お疲れです。今日はコロナウイルスか。コロナウイルスについて、ちょっと、そう。今日ここにね、パソコン画面がないと思うんですけど、なかなかね、あのパソコンのデータまで作ると結構時間かかるんで、ちょっと、もう一回パソコンなしでやってみようかな。なんか数字も伸びんとき全然伸びんしね。なんかコメントではよく、あの、やってください、セミナー動画作ってくださいって言うんですけど、数字がいかんでさ、テンション下がるんだよ、あれ、マジで。ぜひ皆さん、あの、チャンネル登録といいねね。あの、毎回言うんですけど、本当にわかんないんで、もう同世代の方とかってやっぱ俺ぐらいの年だとなかなかチャンネル登録するの恥ずかしいじゃん。で、やっぱね、そういうの恥ずかしいと思うので、ぜひ登録しても、まあわかんないから、誰が登録してるとかね、本当にわかんない。あの、俺もなんかさ、あの、なんかいいねとかあるじゃん。なんだろう、いいねじゃなくて、Facebook か昔。あれ、いいねとかね、押すのすっごいやったんだよね、なんか。いいねって何って言って、見たよぐらいに既読ぐらいのボタンを押してくれやさ、いいんですけど、なかなかあの、いいねって押せんよね。いいねって意味がわかんないなって。まあ、最近ね、やっぱ YouTube やってるから、いいね。もういいねも押したことないもんな、俺 YouTube でも多分。そんなやつが言うなよですけど、まあ、ぜひ、いいね。いいねとか、まあ、見たよぐらいで押してくれたらいいんで、ぜひ、いいねと、あの、チャンネル登録お願いします。今日は、あの、サムネにあったように、コロナウイルスか。コロナウイルスについて、まあ、話していきます。まずは、会社への影響か。まあ、うちの会社も、まあ、コロナウイルスってなって、俺もあんまりそういうの気にしん方ですけど、だんだんなんかひどくなってきて、まあ、実際に、いろんな人から話聞くのもあるし、自分の会社でも影響ある。今日、まあね、たまたまこの YouTube 撮ろうかなんて、何言ってた？やっぱトイレットペーパー問題？社員の人が。まあ、うち会社さ、やっぱ、大きいっていうか、まあ、大きいって言ったらあれですけど、トイレットペーパーストックしとるんですよ。ほんで、なんか、ロールが何個あるのかな？結構大きいロールの業務用みたいな箱かなんかで買うんですけど、7箱か8箱ぐらいある。まあ、それはあるで、ちょっとうちもちょうだいって言わんでね。だけど、まあ、社員が、まあ、今ね、トイレットペーパー買えないし、買おうと思っても高いって言って。だったら、ちょっと会社のやつ借りてっていいですかって。まあ、こんなんさ、まあ、どんだけで収束するかわからんけど、まあ、最初売ってくださいって言いに来たんかな。ジムの子たちが、女性のね、やっぱ、家庭を守ってる人って、やっぱお金しびやじゃん。で、まあ、売ってくださいって言うけど、まあ、持ってきゃーっていうか、で、まあ、今話では、まあ、持ってって、まあ、ちょっと落ち着いたら、じゃあ、買ってきて返却すること、みたいな感じにしたんですけど、うん、まあ、トイレットペーパー、まあ、他にはね、まあ、これ聞いてくれるのは、まあ、ね、仕事、商売やってる人も多いかなと思うんですけど、俺ね、ちょっと面白かったのはね、家具屋さんで家具見に行ったんですよ。ならね、あの、中国製のものとかもう入らないって言ってたね。で、俺たまたまは、そんなに高いもの目つけてなくて、まあこれだったらいいなーっていうソファーをちょっと買い替えたいなーって思って、これ欲しいですって言ったら、入んないよね。まあここに展示品ならあるって言われて、いや、これ色がダサいわーと思ってさ。で、向きも逆だったんかな。その、こうコーナーになるじゃないですか、ソファーって。そのコーナーになるので、まあ逆転がいいから、どうなんコーナーって言っとって、うん、で、まあ、ね、ソファー欲しいって言っとったら、まあ結局ない。で、もう結局じゃあ日本製って言ったらもう全然3倍ぐらい高いんだわ。だけどまあ、しゃあねえかって、いつになるかわかんない。もう仕入れがいつになるかわかんないっていうこと言われたから、うん、まあ、どうしようと思って、うん。まあ、一応日本製のやつ買ったんですけど、ちょっと高かったな、やっぱ。まだ来てないけどね。で、他にはね、実際はじゃあ仕事の影響って何っていうと、塗装屋って正直あんまり、今これ塗装屋さんとか足場屋さん見てると思うんですけど、あんまないと思うんですけど、ただこれ大きいのは、やっぱね、リフォーム会社とかもね、止まってるんですよ。あの、僕の知り合いのリフォーム会社さんも言ってたのが、やっぱ建材が入んない。要はトイレつけてって言ってもトイレが入んないからつけれない。契約溜まってるんだけど、工事ができないって言ってたから。で、そうすると、その下請けさんたちにもこれ全部影響しとるよね。ちょっとこれコメント欲しいんだけど、俺も逆に勉強したい。どれぐらい影響受けてんのか。で、あとはね、これ面白い話がさ、中国の、まあ、知り合い。中国人じゃないんだけど、まあ、中国のハーフかな。で、まあ、向こうで、なんか、まあ、機械とかいろんなもの作って、まあ、日本に売ってるんだけど、日本の企業にね。で、その子が言ってたのね、中国企業でももう建材っていうか、その、鋼材っちゅうの？その鉄とかさ、まあ、そのプラスチックとか何でもそうだよ。あれね、俺もなんかテレビでちらっと見たんだけど、もう、原材料が入んないから、中国自体の会社もストップしちゃってるって。で、その子のところは、ま、たまたますごい大きい会社だから、材料がめちゃくちゃあるらしいの。
で逆にもうその後の会社はもうみんなもう材料がストックがないからもう仕事ができないっていう風で、普段取引してないところがもうあっちこっちから仕事が入ってきちゃって、もう300%でなくてたから煙が吹くぐらい工場が忙しいって言ったかな、うん、だからまああるんだよね、中国でも日本だけじゃなくてまああるんだよね。で、あとはさ、その何、まあちょうどほんと1週間か3日4日前かな、うちで働く社員とかも、まあ家族がもう学校休みじゃん。で、うちもさ、ジムの子たちの何人か子供がやっぱ小さくて、子供学校休みになっちゃって、で、子供連れてきていいですかって言って、会社に連れてきてたみたいな。まあ、別に俺連れてきてまでやれって言ってるわけじゃないんだよ。だから俺が言う、いや、俺はそのまあコロナだから、まあ社員が仕事出てこなくなると。仕事しとる子たちがね。どうしたらいいですかって言われたで、まあ一回じゃあね、そのマネージャーとみんなで考えてくれって、俺はもうそれちょっと分からんけど、でこういう風だったらいいですかって話持ってきてって言ったら、まあ俺休むと思ってたんだけど、だって休むしかないでしょ、で交代で出るとか家で在宅でやるとか、まあそういう方法で上がってくるんかなと思ったら、まあみんなのミーティングでじゃあ子供をじゃあ会社の会議室を託児所みたいにしてやろうかっていう案になったんだよね、あれ多分で。やってくれてんだよね。うん。まあ、それ素晴らしいことだけどさ。まあ、ありがたいよね。ちょっとごめんね。ちょっと、ズームがあって。なんかちょっとあれだね。ワイドだったね。ごめんなさい。まあ、他にも、ああ、そうそう。で、助成金対策出たでしょ。その、子供がどうのこうので会社休まなかんっていうで、助成金があれ、給料 100% 出るっていうのがあるでしょ。まあ、また悪いことするやつ増えるんじゃないかなとか思ったけど、あれ見たときに。まあそういうのを利用して悪いことするやつも出るじゃん。さて、まあ、わかんないけど、俺は。ただ、まあそういうのも出てきた。だって、うちの会社で行ったら、まあ休んでも給料が保証されるし、会社としてもなんか有給使ったとか、そういうふうにするなよ、みたいな、助成金の対策が会社の方に来てる。だってみんなも働いてるところで、子供がどうしてもってね、これたまたま YouTube 見て子供がちっちゃいとかだったら、会社出るはずだよ。それもう法律で決まってるから。で、まあ、その申請するのにいくらかかるか知らんけど、まあ自分たちでも再開できるでしょ、別に。まあそんな感じです。あとね、面白いのがね、まあ今日、これももう一つ今日は話があって、ああ、これコロナちょっとやろうかなみたいなのが、まあこの銀行で、たまたままあうちのその経理の担当の人が今日銀行行ったら、まあ支店長とか会って、で、まあ顔分かっとるもんで、声かけられるわけじゃん。そしたら、なんかコロナ対策でもう本当に会社が今危ない、本当に俺さ何社か潰れてくるんじゃないかなっていうぐらいコロナ対策で、だって一番上でそうやって材料が止まって仕事止まったったら下まで落ちてかんじゃん仕事が。であとはまあ物作ってるとかがまさにでしょ、物作らんと金入んないんだけど固定経費は動くじゃん、まあ、営業だとか事務だとかでね、家賃だとか電気、まあ電気はもう機械回さなかったら固定経費じゃないか、で固定経費って絶対動くからさ、会社潰れるとこ出てくるんじゃないかなと思うんですけど、銀行がなんかまあ多分これも国でそれね対策これ早いなと思ったけど、その金利を安く借りるみたいな、コロナ対策で会社の調子が悪けや金利をこんな安くても企業に貸しますよみたいな、で何千万までは大丈夫ですよみたいな話が、まあ、来とる。で、まあ、これ社長に渡しといて、って言って、もう借りろ借りろって言ったけど、俺も、安けやね、まあ、まあ、いい話なら、借りてね、どうのこうのじゃないですけど、まあでも企業ってそうでしょ、まあ、安心資金。まあ別に今すぐ金使うわけじゃない。借りたら使うわけじゃないでね。なんか個人だと、借りたら、なんか物買うでしょ。だけど、じゃあ、借りて会社にストックさせとけば、ね、なんかあった時、まあ何があるかわからんから、うん、まあそのうちがその助成金対策がはまるかどうかは分かんないよ別に、コロナで影響を受けてやっぱ会社これからまあ負担になってきて社員がやっぱ休む、じゃあ営業止めなきゃいけない、お客さんへの提案ね止めて、もうちょっと商談止めますって、まあうちはそっちの方が大きいかな、塗料なんていうのは多分入ると思うけど、うん、まあ分かんないな、塗料も建材とかだもんね、もうそのうちなんか聞いてくるかもしれんけどかな。まあそう、まあ俺が感じる会社への影響とかその経済の影響って、まあね、俺クラスの人間だとまあそこぐらいしか分からんけど、もっと上の世界の人たちはもっといろんなこと知ってんかもしれんけど、まあ俺はそれぐらいかな、周りで影響を受けてる、マスクが手に入らんとかそんなのあるよね。
はい、じゃあ、あと次はね、コロナ対策について、まあ俺がやってるコロナ対策も含めてどうしたらいいのって、まあ俺が言ったって別に医者でも何でもないもんであれですけど、あ、この間ちょっとなんか面白いの聞いたら、なんかあの殺菌あるでしょ、あれ殺菌、あのなんかアルコール消毒みたいなのあるじゃん、あれビャーって俺やってさ、すぐまあ拭いちゃうんだけど、拭いちゃったりそのティッシュで拭いちゃったり、あ、水洗っちゃったりするんだけど、あれダメなんてね、あのアルコールでピュッてやったら、あれ乾くまで待っといて、初めて乾く時に菌殺すらしいね。それはなんかちょっとあの俺は教えてもらったんですけど、ね、特になんか俺コロナ対策あんましてないんだよな。ただその今毎月のようにフィリピン行くから、その時はもう空港はさすがにマスクしてるね。なんか今度あれでしょ、なんかフィリピンも韓国からの受け入れはもう止めるかな、止めてんのかな、だから日本も止まるかもしれんとか言ってたけど、まあとりあえず俺が7日、まあね、今週から行くんで、もうこれ多分動画上がってる時にはもう行っちゃってるかもしれないけど、時には、まあ大丈夫じゃないって言ってるけど、今度結構忙しいからね、あの今度またそれ別で動画にするんですけど、フィリピンでちょっと会社にもうするんですよ。会社作ってくるんで、まあそのことで今度行くんですけど、まあ今んとこは空港入れる。だけどまあ俺も飛行機とかは絶対マスクしてね。でもなんか誰かに聞いたけど、飛行機なんか換気がすごいから、その何、前と後ろの方は危ないけど、なんかもう空気をすごい換気してるから、あのエアコンかなんかね。逆に空気は新鮮なでいいよみたいなことは言ってたけど、俺わかんない。これは俺の聞いた説だでね。裏取ってるわけでもないし。でも俺はもう飛行機とか空港はさすがにマスクしてるし、まあ、人混みとか、まあ、電車俺乗らないから、車だからね、普段。電車とか乗るときは、まあ、できるだけマスクするようにしてるかな。で、まあ、仕事の対策っていうのは、俺わかんないんですけど、俺が一つ一番思うのは、なんかやっぱ周りの人も、いろいろ、やっぱコロナでどこも行かない人もおるし、コロナだから打ち合わせ延期しませんとかさ、まあ、今、ね、学校の卒業式とかも、まあ、全部なしにしてってるじゃん。でまあ俺ああいう公共のものはさ、なしにしやいいと思うの。なしにしやいいと思うっていうか、責任が取れないでしょ、多分。で、責任に取れって言われたら学校が取らされるし、その、ね、市とか国が取らされちゃうもんで、まあしざるを得んと思うんですけど、だって俺はまあちょっと大げさに、あの、自分たちがこうやって受けてんのは大げさにしなくてもいいと思うんだよな。まあわからんよ。でも、コロナがかかっちゃったらもう100だから、100% かかるから、かかるっていうかね。だからまあなんか俺のやつ聞いてどうとかこうとかって言われたくはないけど、たださ、やっぱビジネスでもなんでもリスクって絶対あると思うし、じゃあ歩いてたら交通事故をする確率の方が高いと思うんだよね、俺。だから、なんちゅうかな、俺もコロナになったからまあ外で何しんこれしんとかいう人も結構まあ話も聞くけど、あんまりじゃ過剰になって、これチャンスでもあると思うの。コロナね、みんなかかってるから、企業とかも絶対値引き始まるから、回るようにね、いろんなものが。で、こういう時にしか手に入らんものとか、行けないところ。で、会社も休みになったらどっかじゃ出かけよう、家でこもってるのもいいけど、で、一週間休みになったからどうしてもね、行きたかったところに行こうとか。だって、まあ、そうでしょう。結局、まあ、コロナだろうが何だろうが病気になる時はなるし、まあ、事故る時は事故るし、ね、外歩いて夜歩きゃ襲われることもあるだろうし、だから、うん、まあこういうこと言うと叩かれることもあるかもしれないけど、自己責任のものはそんなにシビアにならないでくていいんちゃうって。ただ俺人の責任多いんから、俺もそう、会社子供がどうのこうので休みにするなら休みにしろって、うん、コロナだからまあ自己責任だ。で会社はもう今ね、それこそ YouTube になるけど、あの殺菌のやつね、100万ぐらいするんかな、あれ、あのまあ4台ぐらいでね、慣れ入れてもらって今やってるよ、やってるけど、自己責任のものね、俺が自己責任のものに対しては俺はやっぱ自分で判断して動くから、うん、もうどこでも行くし、だから今ねコロナだからいいっていうこともいっぱいあるから、まあ言えない部分もあると思うんですけど、だから、うん、何でもね商売するのも本当そうだと思うんですよ。皆さんがそのこれから商売やりたいっていうんだったら、必ず潰れるリスクもあるし、騙されるリスクもあるし、そのね、いろんなリスクっていうのは絶対に周りにあるけど、じゃあどのリスクなら自分が取れるか、うん、だからコロナにかかって俺これ若いでまだまあ死ぬリスクは何パーセントなんだろうとかさ、まあね、年配だとかちっちゃい子だとまあ死ぬ確率が高いんでしょ、多分あれ。だから、まあ、そのリスクをまあ考えながらやっぱ動いてった方が
ね、全部危険を取り除いたら多分本当に何にもできないし、うん、会社にさ勤めないじゃん。会社でもね、俺みたいな社長がおる会社ってリスクいっぱいあると思うの。中小企業だし、ね、いつ潰れるかわからんし、ね、隣に散らしとるこんな黄色いヘルメットかぶって YouTube しとるような社長さ、まあろくなもんじゃないじゃん。だけどこの人にじゃあついてってメリットデメリットってあると思うんですけど、なんでみんながそのなんか情報に錯乱されるよりも、うん、自分で考えて行動する。でネットだけはいくらでも出る。俺もコロナ関係でも自分でもないろんなことを調べたけど、やっぱビジネスへのリスク、自分への体へのリスクってやっぱ調べてその上で行動してるから、うん、だからって人を恨むわけないもんね。なんかね、お前のせいで俺コロナになったからって誰かに呼び出されて、ああいいよ今からじゃあ行くわって言ったらそこでコロナウイルスにかかりましたと。でお前バカ野郎って言って、お前が呼んだせいでコロナにかかったからとか言って言うわけないし、自分のせいだもんね全部、うん、まあそこはちょっと考えながらやってほしいなと思います。久々のセミナー動画でなんかコロナの話でちょっとねなんか狙いすぎた気もしますけど、ぜひあのチャンネル登録といいね押してください。よろしくお願いします。